皆さん、こんにちは。日本の元バドミントン選手、塩田玲子さん。1998年全国中学生大会女子シングルス優勝。2011年全日本総合バドミントン選手権大会混合ダブルス優勝など、数多くの記録や実績を持つ日本を代表する選手の一人です。そんな塩田さんですが、2012年9月に結婚。しかし離婚間近という噂もありました。さらに性的目的の写真の発言や周一炎上事件、オグシオの確執など様々な噂もありました。今回はこれらの真相について調査してまいりましたので、お伝えいたします。まずは塩田さんのプロフィールから見ていきましょう。塩田玲子さんは1983年9月30日生まれの39歳、福岡県京都郡神田町出身。身長166センチメートル、体重60キログラム、血液型 A 型。2012年9月30日サッカー選手増島達也さんと結婚したことを発表。塩田さんの29歳の誕生日でした。増島さんは1985年4月22日生まれの38歳、出身地は千葉県千葉市。身長180センチメートル。お二人の出会いはスピードスケートの大菅さゆりさんの引退パーティー。大菅さんは2011年6月に引退表明しています。同年6月末頃にパーティーが開催されたとのこと。当時の印象について塩田さんは以下のように語っていました。元スピードスケートの大菅さゆりさんの引退パーティーの時に彼がいたんですけど、女の子を3、4人はべらせて、そういう風に見えたんですよ。ワインとか飲みながら本当にすごいチャラく見えて、サッカー選手で顔もかっこよくて、30歳を前に年下のサッカー選手に転ぶなんて言うんですかね、遊ばれてもダメだと思って、と第一印象を明かした塩田は、最初は嫌だって言ってたんですけど、すごいいい人だからって言われて会ったら最初のイメージが悪かったので、普通のことがなんか真面目じゃんってギャップです。ギャップ、塩田さんの興奮が伝わってくるコメントですね。その後2012年年明けぐらいに真剣交際に発展。2012年6月には週刊誌フライデーが2人の熱愛を報じています。そして9月に結婚発表。なおプロポーズは2012年夏のロンドンオリンピック出場決定後に、一番最初にお祝いしたいという増島さんから呼び出されたホテルで受けたそうです。こうして見事ゴールインした2人、2015年9月に第1子男児を出産したことを発表。2017年8月には第2子女児を出産しました。幸せなご家庭を順調に築いていると思われましたが、一時期離婚の噂が浮上したことがあったようです。どうやら塩田さんは旦那が几帳面すぎてめちゃくちゃ口うるさい不満を口にするようになったとか。芸能記者曰く、大雑把な塩田さんと几帳面な旦那さんは水と油。これまでも小競り合いは何度かあったようですが、その度に話し合いで乗り越えてきた。でも彼女がキャスターになって、その時間が失われてしまった。離婚へのカウントダウンが始まったと見られていますとのことでした。ですがこれ以降は特に離婚の話が出ることはなく、むしろ仲は円満そうです。結婚して一緒に暮らしていれば相手に対する不満が出てくることは珍しいことではありませんね。塩田さんもその一例に過ぎなかったのでしょう。数多くの記録を打ち出してきた塩田さんですが、過去に性的目的の競技写真撮影の被害に遭っていたそうです。最初に被害に気づいたのは2005年頃、小倉久美子さんと組んだオグシオで注目を浴び始めた時期で、コンビニ店で「オグシオ」と書かれた見出しの雑誌を見つけて手に取ると、下着の肩紐がずり落ちた状態でプレーする写真が掲載されていましたとのこと。どうしてこんな写真を使うのかと怒りがこみ上げましたと語っています。またバドミントンのシャトルを拾おうと足を開いた瞬間にシャッター音が聞こえたこともあったとか、胸元や太ももお尻を強調した写真を撮られました。こうした画像がインターネットの掲示板やツイッターに卑猥なコメントとともに投稿されていたようです。
しかし周りからは、男の人からそんな格好をしているからと、まるで私が悪いかのように言われたといいます。アスリートにとってノースリーブは腕を動かしやすく、スコートは短パンより機能性が高いとのこと。一生懸命に試合をしているだけなのに、このように言われてしまうのは選手としてはやるせないですね。塩田さんだけでなく、ビーチバレーなど他の競技の選手たちも私と同じ悩みを抱えていたそうです。それでも注目を集めている証拠でもあるし、当時は仕方がないと思っていたという塩田さん、日本バドミントン協会にカメラマンの距離が近いと相談し、競技会場の撮影エリアを変更してもらったこともあったそう。自身の経験から、性的画像の問題も被害を訴え続けることで現状を変えていきたいと思っていますと訴えていました。2023年4月23日に放送された週1にコメンテーターとして出演した塩田さん、セブン、イレブンが新コンセプト店を開業したことについてコメントを求められると、スーパーとコンビニのいいとこ取りとコメント。これが放送にふさわしくないワードとして問題視されました。この発言から約18分後、徳島エリカアナが、先ほど番組の中で一部不適切な発言がありました、大変失礼いたしましたと深々と頭を下げて謝罪。しかし塩田さんは何事もなかったかのようにヘラヘラと笑いながら番組に出演を続け、ネット上で批判が噴出してしまったのです。放送を見ていた視聴者からは、熊のぬいぐるみに変わっていてもおかしくない、あんな言葉がスラスラ出てくるなんて信じられないなどと批判が殺到、炎上となってしまいました。番組は生放送だったためカットすることができません。出演者が問題発言してしまうと番組の評判にも影響してしまいます。特に生放送での発言には気をつけてほしいですね。塩田さんは2002年から2008年まで同じくバドミントン選手の小倉久美子さんとコンビを組み、オグシオの愛称で親しまれていました。しかし2008年の北京オリンピック後にコンビを解散、お二人の間に確執があったとも言われています。解散に至った経緯には、二人のロンドンオリンピックに対する温度差があったためと言われていました。またお二人の時間の感覚の違いも影響していたようです。実際以下のようなやり取りもあったとか、北京オリンピック前は4年間二人で死ぬ気で頑張ろうって本当に話し合ってやっと行けた、その後も五輪を目指すかどうかの選択で私は4年間頑張ることに意味があるって思ってたから、そこの点で違って、レイちゃんは1年1年見たいって、目指す目標が違ったから別れましょうってなって、確かに価値観の違いがあったのは事実のようですね。では確執や不仲というのは本当だったのでしょうか。2016年8月、小倉さんがダウンタウンNOWに出演した際、小倉さんは不仲説の真相をコメントしていました。ライバルじゃないのに世間からはどっちが可愛いかって比べられ、ライバル視させられるんですよ。だから変な空気は流れるんですよ。さらにそこまで仲悪くはないですからね。そこまでっていうか、皆さんが思ってる感じじゃないんだけどな、という小倉さん。普通に会うし普通に会話もすると不仲説を否定。ただしペア時代にはおぐしおとして見られることの葛藤やペア解消に対する本音も語っていました。でもね、ずっとおぐしおって言われて一人の人間として認識されてないなってのはありました。誰かに見られても、あ、おぐしおだって言われるから、それはやっぱり解放されたじゃないけど、自分一人の人間として認識してもらえてるなって、つまり確執というほどのものはなかったけど、仲良しというわけでもなかったようですね。ペアでやる以上コンビプレーは必要ですが、ただの仲良しではやっていけないでしょう。以上、今回は塩田玲子さんの離婚間近、性的目的の写真の発言、週一炎上事件、オグシオの確執などについてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。